おい、エリナ。エリナ、待って。なんか変だぞ。一体何があったんだ。見ろよ、ジョジョの情けねえ姿を。おい、言ってやれよ。なぜ彼女があんな態度を取るのかをよ。やだよ、俺ジョジョが悲しむ姿を見たくねえもん。お前ら、エリナに、エリナに何をした。随分気安く呼んでくれるじゃないか。決して許さない。君の僕に対する嫌がらせではない。僕のことなどどうでもいい。ほほう、さては聞いたな、あの愛しのエリナのことを。そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。彼女に対する侮辱が許さない。苦しいぞ、嫉妬に狂った姿。またボクシングのようにされたいのか、間抜けが。叶わない。でもここで負けたら、これから一生ディオの陰でおどおどと生活しなくてはならない。何よりもエリナの名誉を取り戻すため戦わなくてはならない。徹底的に叩きのめしてやる。それも正々堂々とな。そうすることによって自分はもうこのディオには勝てないということをジョジョ自身の体で覚えるからだ。喧嘩でも人生でもな。よくもこの僕に向かって涙。この汚らしいアホが。二人とも一体何事だ。父さん。男子たるもの喧嘩の一つもするだろう。しかしジョジョ、今のは抵抗もできなくなったディオを一方的に殴っていたように見えた。紳士のすることではない。違う。言い訳無用、二人とも部屋へ入っとれ。後で二人とも罰を与える。